はい、皆さんおはようございます。おはようございます。 FM 那覇からお送りします、ゆたはあなたを幸せにしますかの時間です。はい、これから1時間よろしくお願いいたします。パーソナリティはリオです。エミちゃんです。年寄りコンビです。若いです。僕は若いです。あの心は若いよね。はい、顔にはシワが、シワが寄っても ね、年輪がね、どうしようもないです。髪の毛白くなってもね、はい、私も随分白くなったなって言われましてね、はい、昨日だったかな、私の後ろに立ってね、牧師何って言ってらさ、随分薄くなりましたねって言ってさ、だからそういうのあからさまに言われると嫌だ ねえ、わざわざ後ろに立ってさ、毒がつきます ね毒舌なんだか逆に投げ返したいぐらいだったんじゃない、ね、と思いながらね、そうなんだよって、あんたが苦労させるから毎日毛が抜けているんだよってちょっとやり返してやった。面白いね。誰でもね、年は取っていくからね、はい、若い時は年寄り、なんてって思ってね、考えもしないはずだけど、いつの間にか年取るじゃないですか。そうですね、あっという間ですよ。あっという間ですね。本当不思議だね、はい、若い人たちにはその心って、まあ、分かりなさいと言っても無理だよな。うん、僕らも若い時はさ、そうですね、お父がお母が何言ってもさ、はいはい、何よ年寄りのくせにとか、ばあちゃんがいた時は 何よこのばばあとかさ、怖いですね。そう言わんかった。いや、私とってもばあちゃん好きでしたから。あれも、はい、この話題はなかったことにしようかな。あ、そうですね、ばあちゃんの悪口言われると私ちょっと寂しいだね。はい、私のばあちゃんあまりいいばあちゃんじゃなかったね。あ、そうですか、うん、とても厳しい方でね。あ、そう、言葉遣いからさ、礼儀作法までもきつくきつく、いつも毎日叱られていたんでね。素敵な方じゃないですか。まあ、あの時はね、このバーバーって、優しくじゃないよ、はい、そういうことを言ってましたけどね、はい、まあ、いつの間にか自分たちが年を取ってしまいました、ということなんですよね。はい、1時間年寄りコンビでお送りします。特にね、霊的なお話をしていきます。まあ、私たちは、霊の問題には非常に敏感でもありますよね。はい、はいはい、今日はセイファーウタキのお話もしながらね、ユタには、はい、ユタの教えにはね、ごめんなさい、教えにはルールとタブーがあるそうです。まあ、ユタは大体ね、エミちゃん、ユタの問題は仏壇がかかってくる、関係してくるわけですよね、そしてなおかつ拝み事が関係していきますので、はい、そのお話もしていきますけれども、はい、暑くなったりちょっと冷えたりするけど、体調は大丈夫？私は大丈夫です。でもエミちゃんはいつも元気だよね。元気ですね。笑顔いっぱい、弱い人の世話してるからでしょうね。あ、そうなんだ。元気でなくちゃいけないっていうのが、そうよね、はい、まあ、ちょっとしたね、障害持ってる人 でも関わるとさ、嫌な顔できないじゃない、もう張り切ってしまいますね。なんとか私しかいない。あ、頼られるのは、あ、そういう、そういう面でね、私だけですから。私は大体ね、まあ、この皆さん方にね、いつも笑顔を見せて、はいはい、世の中ね、喜びでいっぱい溢れてるよっていうのを見せるんだけど、いつもパワフルですよ、私たちから見ると。牧師は、私、りょうちゃんは、はい、多動性でしてね一箇所にじっとしておれない。あ、まあ、せいぜい2時間ぐらい。あ、私はね、おしゃべりだから元気に見えるんじゃないかなとも思うんですね。いつも口がパクパク動いてますから。あ、それは言えるよね、はい、
結構ユンタクよね。ユンタクです。顔の顔とに、はい、娘にね、うん、昔もユンタクだったかしらって言ったから、そうさって言われましたよ。え、昔おとなしかったって私いつも言ってるよって言ったら、うん、昔からユンタクって言ってました。自分のことをね、はい、自分が思っていることとは、はい、大体世間はさ、周りの人は正反対に見ているんだよね。あ、これはね、うん、子供ができてからユンタクになりました。それも、その以前はおとなしいエミちゃんだったんですよ。自分はそう思ってるでしょ。はい、じゃあ今度は、あ、今度みんなに聞いてみよう。いや、みんなにじゃなくてご主人に聞いてみる。え、主人は今語れません。あら、エミちゃんっていう名前も分かりません。私はもうずっとお母さんなんです。あ、そうなの。はい、名前言ってちょうだいって言ったら、うん、お母さんって言うんです。じゃあ誰に聞こうかな。うん、あの独身時代のエミちゃんと結婚して子供が生まれるまでのエミちゃん、うん、今度連れてきましょうね。生まれた後子供に聞けばいいからね。そうですね、うん、まあ、誰か友人、うん、今度ゲストに連れてきて、ね、連れてまいります、うん、私のことをいいように言ってくれる人を呼んでいきましょうそれはいいね、いいね。はい、一曲かけますけれども、はい、何がいいかな。 2番目って準備したっけ。そうそう、デンサーブシー行こうか。替え歌だけどね。はい、お聴きください。はい、ユタはあなたを幸せにしますか、リョウとエミちゃんです。で放送してます。で、楽しくユンタクしていきたいと思うんだけれども、大体この番組は霊的な、ね、はい、話をしようと思っていますけれども、人はさ、神様が作ったでしょ、はい、あの猿から進化したわけじゃないよね。もう大変ですよ。猿の種類だっていっぱいありますからね。どの猿でしょう。エミちゃんもゴリラからあかもしれませんね、うん、なんちゃって猿って聞いただけでギョッとしますね。だよね。でもそういうものを信じるんだけどな、猿の前何だったかって知ってる、ね、でこういうふうにさ、結構いい加減なことを私たちは教えられてきて、ね、信じてきたんだからね、はい、クリスチャンだって創造論というものをね、教えられて知った時はもう感激でしたね。本当です ね神様がね、人を作りましたというところがありますけれども、はい、神様は光を宇宙を作り、光を作り、月星を作り、宇宙を作って、はい、そして地球の生物たちを作っていくわけじゃないですか、はい、で動物も作っていく、はい、一番最後に人間を作りました、はい、ということなんですけどもね、はい、その人間、作られた人間をアダムと言いますけれどもね、はい、そのアダムに作った時に神様は、はい、完璧に作っちゃったわけですよ、はい、で自分たちに似せて作りました、はいはい、神様にね、はい、三位一体の神様というと、まあ、神様ガッド、はい、ゴッドとも言うね、はい、天の父、そして父の一人子イエス・キリスト、ね、そして聖霊、はいはい、この3つが1つになって神様なんだけど、それぞれに人格があるわけですよね、はい、これがキリスト教の真理でありまして、はい、で神様が我々に似せて人を作ろうと言いました、はい、で人をもう丁寧に作ったわけですよ、はい、身玉作って、脳みそ作って、鼻も作って、はい、歯も作ってね、すべて作っちゃって、最初は男だったんでね、でも それに、一番最後にどうしたかというと、霊を吹き入れるわけ、霊を入れる、はい、で心も魂 もう体も全部出来上がりましたよ、はい、その最後に霊を入れる、はい、それで人間は生きるものとなったって聖書は教えるでしょ、はい、いや、それをね、やっぱ教えられた時はそうなんだって、人間はね、霊魂体で生きてるんじゃないんだ、うん、はい、あの魂心で生きてるんではない、はい、霊が必要なんだってね、今で言う霊ですよ、はい、霊が必要なんだっていうことがね、教えられた時、そうなんだってね、本当に思いましてね、まあ、心も魂も体も大事だけど、もっともっと大事なのは霊なんです、はい、ということを言うわけですね、はい、
だから神様がエペソという聖書の箇所で、天にある諸々の霊的祝福をもって祝福したと宣言してるでしょ、はい、で世の中には聖霊というのが、ね、はい、おりまして、聖霊なる神様がいて、霊ですよね、はい、そしてこれに敵対する悪霊というのがいるから ね、 ね、非常に厄介なんだよね、はい、その霊の話をね、私たちは皆さんにね、分かりやすく、できるだけ分かりやすく、まあ、聞いてもらおうと、はい、いうことでね、この番組をやってますけれども、はい、その霊、まあ、ユタは、はい、その霊の塊でもあるね、うん、まあ、どちらかというと悪だけど悪い方だけど、はい、ね、その話をね、していきますけれども、今日はセーファーウタキ、セーファーウタキっていうのがあってね、聞いたことはあるけど行ったことがないですね。そうなんですよ、知念村、知念村じゃない、今南城市にありますね、はい、知念にありますけれども、はい、私ね、先々週初めてこのセーファーウタキの駐車場まで行った。あ、放送のためにですか？放送に使うために？違う違う、あのちょっとあのお仕事でね行きまして、セーファーウタキじゃなくに目的があったわけじゃないんですよ、はい、その近くだったんで道に迷って行ったら、セーファーウタキの駐車場の入り口に到着したの、はい、あ、すぐ分かるようになってます、何か看板があったり。あのね、そうそう、駐車場は大きくてね、もう人もたくさんいたし、なんだかあのちょっとした小さな町みたいな感じでしたよ、うん、だから、あ、ここがセーファーウタキなんだと思ってね、はい、まあ、あの待ち合わせしてる人に、今セーファーウタキまで来てますけど、どこに行けばいいんですかって言って、ちょっとね、1分ぐらいこう案内されて、はい、電話でね、目的地には着いたんだけど、とてもびっくりしたんですよ。話には聞いていたけど、観光客が多いんだよね、うん、観光バスがね、あ、そうですか、うん、来るわけよ。いや、そんなに人気あるのかねと思ってね、このセーファーウタキは一番霊的ね、沖縄の霊的に力があるパワースポットだそうです、はい、そのためにですね、本土の方からも多くの観光客が来るということなんですけれども、何をもってアピールしてるんですか？ここへ行くと恵みがあるとか、そうそう、霊的力が受けられるとか、ね、パワーがつくとか、うん、あの、なんというのかね、こういうのにはスピリチュアル、霊的なものに人間って興味ある、あります、ね、まあ、人が多いんでしょうね、そういう人がね、うん、だからスピリチュアルなことで、うん、セーファーウタキは沖縄でナンバーワン、うん、霊的パワースポットでは、ね、うん、そうですか、うん、多分ね、霊的力を受けると思っていくんじゃないかなと思うんだけれども、うんうん、はい、ね、まあ、私たちクリスチャンはね、そういうところは行かないんだけれども、普通はね、はい、まあ、まあ霊的にね、受け入れることができないところでしょう、はい、だから行きませんけれども、でもね、このセーファーウタキに行った人々が結構ね、霊的におかしくなるっていう、あ、うん、そういう人が多いんだ。怖いじゃないですか。そうそう、とても怖いところなので、はい、だから今日はね、その話をしていきますけれども、はい、まあ、セーファーウタキはね、夜はね、幽霊が出るんだ。うん。まあ、今はね、あの管理が厳しくてね、はい、その夜は入れないんだけれども、うん、でもね、セーファーウタキの話はね、結構あの人々やりますよ、うん、まあ、私のところに相談に来た人もね、向こう行ってから、娘がおかしくなったんです、うんうん、ということを言いましたしね、はい、確かに、霊的、まあ、スポット、パワースポットですから、この霊がね、いい霊であればいいんだけど、残念ながらそうじゃありません、はい、ですからね、これはっきりと伝えたいですね、うん、興味を持っていって、もしくはそこで何かをね、うん、追っかけられたりとか、うん、入ってしまったとか、うん、
そういうことがあったら大変ですもんね、うん、興味を持っていったけれども災いを担いできたと。そう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 。だからさ、私たち人間は霊があるって、霊が入って初めて人間って、はい、生きるものとなったって言ったでしょ、はいはい、だから人間の霊というのは非常に大事なんだよ ね、 そうですね。ここが、ね、汚されてはならないということでね、はい、世の中には悪霊がたくさんいるよということで、怖いです ね、 ね、聖書を読んでびっくりしたのはこの悪霊の働きがね、うん、私たちに勝手にこう入ってくる、そう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 、やってくるっていうことを知ったときに、まあ、勝手にというよりはね、ちょっと語弊があるけど、自分たちが心を開くんです、はい、あ、そうですね、そう、そこにウェルカムということもやってるかもしれませんね、うんうん、悪い思いでね、うん、だから聖書を見るとね、やっぱあの悪霊によって病気が起こるということはたくさん書いてあるでしょ、うん、はいはい、だからこの悪い霊があるパワースポットというところに行かない方が本当はいいんだよ、ね、そうですね、うん、私意外と鹿坊なんですよ、うん、こう見えて、うん、怖がり、うん、で夜がとっても怖い、暗いところが怖い、うん、こう見えてなんで怖い、なんで怖い、いや皆さんうまくって言いますから、うん、私のことを、いや私ね、うん、あの男の子であろうと、うん、あの学生時代、うん、女の子をいじめてる人には向かっていきました、あこの野郎、うんうん、なんで弱いものをいじめるかっていうふうにね、うんうん、犬の遠吠えみたいに遠くからでも吠えたりしたんです。だから割合おとなしいけれどもうまくっていうところもあったかもしれません、うんうん、あの弱い者を助けたいっていうのがありましてね、うんうん、まあ、幼い頃からイエス様知ってましたからそうだと思うんですけれども、うん、ですからこの何か暗いところには悪い者がいるっていう何かわさわさがあるんですね。あ、そうなんだね、はい、うん、はい、だから暗いところにはできるだけ行かないで、 夜もあんまり出歩かない、もちろん、でも あれですよ、私部活をやってましたので、うん、ダンス部、うん、あの夜どうしても文化会館というところにね、うん、ダンスを習いに行かなくちゃいけないっていうのがあったりしまして、うん、その時にはもう走っていきましたけど、うん、そんなに出歩くことはないです。あ、そうなんだ。幼い頃から誰かと一緒ですね、うんそうなんだ、全然そういうの 怖そうに見えないけどやっぱ怖いんだ。とっても怖がりですよ、うん、か主人の大声にも私飛び上がります、うん、うちの私の愛する、まあ、とても愛する奥さんはね、はい、あの仏壇の前が怖かったんだって。お、子供の子すごいあの反応ですね。そうだからね、なかなかあの仏壇があるでしょ、だからそこに行くのが怖くて、やっぱり霊が反応するんだね、はいはい、ちょっとね霊的に敏感な人は、うん、あのそういう反応を示す、うん、示しますよね、はい、だから仏壇のところに行けない、はい、というと人って、はい、あの結構いますでしょ、うん、あの正直言ってね、この、まあ、この間っても2年ぐらい前ですけれどもね、僕らはあんまり仏壇の前に行かないからね、うん、まあ、あんまりほとんど行かないからね、あのそういう体験は少ないんだけど、湘南かに、この体験見たことはね、はい、大体1歳ちょっとぐらいの赤ちゃんを連れてね、湘南かに来た方がいて、はい、ね、はい、その赤ちゃんがね、その、まあ、位牌のところで大泣きになり、はい、暴れた、うん、怖い怖いと言って、ああなんで怖いのってあのこう言うじゃない、お母さんおじいちゃんだよ大丈夫よって言うんだけど、もう怖いって言ってね、うん、もう大声で泣くわけよ。反応しちゃったんですね。そうそう、見えるわけよ、ああそこの仏壇に何がいるかっていうのが、うんうん、ね、はい、だから怖い、もう怖いのがいるから泣くわけよ、ね、それでね、そのお母さんがまあ外に連れて行って泣きやむ、うん、ということでしたけどね、はい、でもそういうふうにね、まあ、私たちの霊というのは本当は絶対にね怪我してはならない、汚してはならないんだけれども、はい、それは私たちの心を開くとそこに悪い霊が入ってくるって、ね、だからね、私たちは人間はね霊というね、脅威霊というのが最初に与えられたんだけど、その悪い霊をね
自分たちで引き入れてくる、うん、そして心を開いてね、うん、そしてこの霊が支配されていくということになりますけれども、はい、精神病と言われている方々はほとんどそうですよ、うんね、私は父がそうでしたから、うん、もう表現するんですね、この霊が入った時の父は。なんでお父さんそうだったの？はい、父はもう気の毒にもね、アルコール依存とか、いえもう酒もタバコも全く知らない人、うん、だから私はとても父に憧れていたんですけれども、うん、なんてことない、兵隊から帰ってきたら彼がねおかしくなったのを、うん、まあ幼い頃に兵隊出征してますので、うん、父を知らないわけですよ、うんうん、で私の父は酒もタバコもやらない素敵なお父さんだってっていうことで待ち監禁してたわけです、うんうん、ところが彼が戦地から帰ってきて、うん、戦闘から出ていくときに、うん、亡くなった母がね、うん、彼の前をスタスタと歩いていくんですって。で、うん、よしちゃんって追いかけたら、うん、さっと消えていったそうです、うん、それから父はね、うん、もうおかしくなっちゃったんですよ。母が死んだっていうことをめた、うん、あの認めざるを得なくなって、うん、時々おかしくなっちゃうんですけどね、うんうんうん、だからね、私たち人間がね大きな傷を受けると、はい、そこに恐れが出てくる、はい、また憎しみも出てくるよね、はいはい、そういうところに悪い霊がスッと入ってくる、はい、それで私も ね、うん、あ、私はこういう人の子供だから、うん、私もいずれはこんな状態になるんだっていう恐れもありました。なるほど、ね、父と同じようになってしまうっていう、それも一つの私がシカゴアになった原因ですね。だから大声出されると飛び上がる、大きな音聞くと飛び上がる、うん、高いところが怖いとかね、うん、そういうのがありました、うん、そうなんだよね、うん、えみちゃんそうだったの？はい。で、暴力もされたの？あ、父ですか？それとってもおとなしく静かになって顔が変わるんです。ぼーっとしてもうなんていうのか抜け殻、完全に抜け殻ですね、うん、魂が抜けるっていうんですかね、憑依される、うん、もう全く暴れませんよ。珍しいね、普通暴れるけどね、はい、うん、もう全く静かでね、うん、じっとしてるんです。もう顔がね、うん、普通の顔じゃない、父の顔じゃない。へえ、はい、それが時々治ったり変わったりするわけよね。そうなんですよ。彼は公務員でしたから、うん、公務員ですかね、うん、郵政庁にいましたので、うんうん、連れてこられるわけですね。で連れてこられてしばらくして治っちゃうとまた行くんですよ、うんうんうん、公務員としてまた働けるんですね、うんうん、ですから私が学校卒業できたのも彼が働いていたからでしょうけど、うん、でまたあら、こういう人をよく使ってるのはどういうところだろうっていうのもあったんですね、うん、で後々になって公務員は休んだり復帰したりができるっていうことを聞いてね、うん、あ、こういう仕事をしてたんだと思いました。最後は牧師郵便局長で終わりましたけどね、うんうん、でもそういうのを繰り返しながらも最後まで仕事は、やりました、やり続けたわけです、ね、とても不思議な世界だなと思いましたね。あ、本当ですね、ま、そういう一つの症状にね、もう一つ転換っていうのがあるでしょ、はい、これがまたね娘にいるんですよだから一体私って何だろうと、うん、幼い頃に弟は日本脳炎、うん、ね、妹も私も肺病、うん、で生まれた娘が転換、うん、しばらくすると主人が倒れる、うん、だからクリスチャンになると試練、これを私は試練と受け止めたんですね。何も起こらないっていうのは私はね嘘だと思います。起こったとしてもそれに耐える力が与えられると信じてます。負けないよね、負けないよ、そう、私がそうですから、うん、だってクリスチャンだったからさ、ストレートに幸せになれるかというとそうじゃない、ね、そうではないと思いますね、自分の体験上、うん、だってイエス・キリストの弟子たちもね、そうですね、みんないろいろな迫害あったじゃない、問題抱えられて、パウロのところを読むとね、うもうヒリヒリしますね。わあ、よくこの方はこういうことに耐えられるんだなと、うん、むち打ちがすごいですよね。39回、もう私などは一発で死んでますね。だよね、はい、ただの鞭じゃないから、ね、そうですね、鉛が埋め込まれてるんですかね、うんうん、
だけどクリスチャンだってもさ、はい、なんでこんなあの苦しみ試練に遭わないといけないねっていうのを通るんだよね、はい、私たちはね、はい、それで、まあ、つまずく人もいるし、はい、こんな神なんかいらんわという人もいるんだけれども、 でもそれを乗り越えたら面白いんじゃない。そうですね。だから人がね、うん、何と言おうと、うん、イエス様を信じて生きていくとね、うん、あの逆に、うん、え、なんであの人強いんだろう、うんうんうん、あんなに踏んだり蹴ったりされても強いんだなっていうふうに私はみんな見てるんじゃないかなと思ってますけどねそうですよね、まあ、あの霊的な話に戻すとさ、はい、えみちゃんのお父さんそうだったんだ。だいたいこういうふうにあの家計にさ、はい、いろいろなことが起こってくると、はい、一番上に問題があるよ、うん、上に例えばユタの家系だったとか、はい、上にさ、はい、あの偶像大好きな先祖がいたとかなると、はいはい、あるでしょうね。であの聖書にはさ、はい、3代4代までそれを負わすって言ってるさ、はいはいはい、だから私たちはさ、はい、まあ、あのあなたの人生だから、まあ、親がね好きなように生きていっていいよと言うんだけど、はい、そうじゃないんだよね、はい、子供に対する責任がある。ありますね。孫にも責任がある、はい、これをね霊的に責任がある、うんね、あなたの人生だからいいようじゃないんだよね、はい、そう、あの、はい、自分の子供や孫に責任を持つ人生を送らないといけない。そうですね。そう、一般的にはそこまで教えられませんから。そうなんだよ、はい、だからねクリスチャンになってよかったというのはそこでは、はい、ね、そうですね、自分の子供にさもう大人になったからあんた勝手に生きていいよと言えないんだよ、はいはいね、はい、だから私は自分 の娘たちには非常に厳しく教えますよ、うんうん、ね、あのまあ、彼氏ができたら必ず連れておいでって、はい、私が判断する、はい、娘が幸せになってほしいからね、はい、そしてその子供たちにも責任がある、孫にも責任がある、ね、はいはい、で一つには絶対に偶像を拝むな、うん、と教えるわけです。そうです ね、うん、だってユタの家系見たら大体おかしい人が必ずいるじゃない、はい、そうです ね、はい、ね、これは霊的に、はい、霊的に、いや、やっぱり悪いことをしているからですよね、うん、はい、でもそういう中でよく一生懸命問題に負けずに蹴飛ばしながら、あのそうですね、うん、あのまた一つね、うん、負け嫌いっていうのもうん、あるんでしょうね。負けてたまるかっていうのもね。これいいよね。根性、はい、根性があるというのは大事よね。はい、うん、そう思います、うん、あの。自分を振り返った時にね。うん、まあ、あのエミちゃんのお父さんが戦争行ってね、こう帰ってきておかしくなったというのは、はい、白装リッジってあったでしょ、はい、まあ。まだ見てないでしょ。見てません。ちょっと見るには辛い映画だけど、沖縄戦のね、沖縄戦争。はい、でしたけど、この白装リッジの主人公のお父さんがそうだった。第一次世界大戦に参戦して、はい、戦争に行く前をとても優しいお父さん、はい、帰ってきたら豹変して、はい、家内には暴力振るう、うん、で子供たちは殴る、うん、結局はこの戦争において、うん、どれだけ悲惨な、ね、体験をしたか、うん、生きてきたんだけれども戦争がどれだけ悲惨な体験をしたかというのは、はい、自分たちの心を傷つけるわけですよね、はい、だから自分の心が傷ついてまたしかも霊まで傷つけられたらもうどうしようもないわけよ、はい、自分の力ではね、はい、だからそれをねやっぱり戦争というこの、まあ、体験を通してね実話の映画なんだけれども、で霊的にねおかしいというのはよくあのこういう夢を見る人もいるし霊的に見る人いますよ、はい、あの日本軍の兵隊たちが行軍をしている、鉄砲を担いで、しかもいらっしゃいますね、そういう方ね、見えるってね、うん、あの軍の靴、うん、軍艦というけど靴ね、はい、靴の音がするとかね、はい、そういうのよく聞きますよ、はい、だからそういうものは霊が成仏してないからとか言うんだけどそうじゃないんですよねと思います。ここ悪霊が利用するわけ、はいはい、サタンというね、もうこれはね聖書読んで初めて分かりましたね。そうなんだよね。それまでは、うん、あの、うん、怖さもありましたけれども、うん、そういう方々のね、うん、なんでこの方はこういうこと言うんだろうと思ってましたけど、うんうんうん、あの
本当にそうですね。悪霊はそういうの方法でもってこの人を引きずっていく、そう捉えるね、はい、うん、だから先ほど憑依と言ったけどね、はい、そういうふうにするわけですよね。取り付いていく、そして支配していく、はい、ということをねやりますから、私たちはね世の中には悪霊と精霊がいるということをね、はい、しっかり知る必要があるわけですよ ね、 そうですね。これは残念ながらクリスチャンになって初めて分かるんだよな、うん、あの悪霊の話もね、うん、たっぷり私はやるべきじゃないかなとつくづく思います。私はそういう世界から抜け出したものですから、うん、あ、そうだよね、はい、はい、そういう話もしましょうね、はい、セーフアウト時の話まだ終わってないよ。あ、そうですね、うん、はい、一曲聞きましょうかね。次、はい、はい、あなたはあなたを幸せにしますか。リオです。エミちゃんです。はい、二人でね霊的なお話をしてますけれども、はい、皆さんどうぞこの霊的な力があるということもねぜひ知ってください。特にパワースポットを訪ねて、パワー、霊的なパワーをね、まあ、スピリチュアルなパワーをもらいたいと思っていったらとんでもないものをねもらってきますから、はい、ぜひ気をつけてほしいなって思います。特にね占い好きな方々もいるでしょう、まあ、女性はほとんどそうだけどね、こっくりさん等々やるとね、私たちの心も霊も汚れていきますよね、まあ、来週あたり再来週あたりぜひねこのここに来てほしいんだけれども、いつも蛇の夢を見ていた女性がいましてね、小さい頃蛇に噛まれたり絡みつかれたりという夢を見る。でその方はやっぱり占いが好きだった、こっくりさんもやっていた小さい時にね、で、それをお母さんに話すと何と言ったかというと、蛇の夢を見るのいいことさって教えるわけよ。なるほどね。あ、そうなんだと思っていたんだけ ど、 どでもあまりにも恐怖感が来るでしょう。でこういう夢はあの本当にね、私たちの感覚までね及ぼすわけですから、蛇のヌルヌルというのがあるでしょう、うん、あれまであの体験するわけ。お、そして匂いまで、うん、そう、かわいそう、ね、そういう体験を夢でやりながら大人になって、そしてやっぱ怖い怖いって言いながらもこれは幸せになることなんだということで生きてきたんだけど、教会に来たわけ、あまりにも苦しいから、はい、で教会に来てだんだん夢が 見なくなってね、今完璧に夢、こういう悪い夢見なくなっちゃった。ハレルヤですね。そうだからね、いつも教会で祈られるでしょ、はい、まあ、頭に手を置いて祈られたりね、はい、そして悪いものをねこう私たち追い出すじゃないですか、はい、ね、悪霊追い出しというんだけど、そういうものをやることによってこの方はね今全然そういうの夢見なくなった。あ、すごいですね。そうだからね、私たちはこのパワースポットとか霊的なものにね本当に関心持つと、はい、まず一番目に、ね、悪い霊がいるということをね悟る必要があるわけですよ。そうですね、はい、だからセーファーウタキというところに話戻しますけれどもね、そのセーファーウタキに行っておかしくなったという、方が結構いまして、時々おかしくなったという方がいますね。まあ、あのセーファーウタキというあのあれ Google か何かでねこうちょこっとあの見てみるとね、ここに面白い方がいまして、セーファーウタキに、こう彼氏と一緒にねドライブしながら訪ねていって、この一番あの霊的に一番ねこうまああの聖書でいうと死聖所というのがある、はい、一番ね神様が、はい、もうここを入っていけないというところがあるでしょ、はい、大祭司しか入れないというところがある、はい、セーファーウタキにもそれがあってね、うん、こう三角岩同士が
こうつなげて三脚。写真で見たことがありますね。そうそう、あるでしょ。ね、うん、そこの岩にね手を置いて、まあ、霊的スポット、あのパワーがいただける、うん、置いたら本当にもらったんだって。あ、でも、もらったのは何かって頭が痛くなった、うんうんうん、ね、頭痛がする、うんうん、でもう残りはこう回りきれなくてもう帰ろうということで帰ったらしいんだけど、それだけじゃないんですよ。その方のね、あのこの、投稿したのを見るとね、死にたいとなった飛び降りる飛び降りる、高いところから飛び降りるというのがね、こう日々来たんだって。怖いでしょ、はい、ね、まあ、その方をね、思いとどまることができてよかったんだけれども、うん、こういうふうなね霊的スポットというのは、うん、私たちの人生を狂わすことが非常に多い。あ、怖いですね。怖いよ、だからね、うん、でも実際にね、もう一つの例はこのセファオタキに行く途中だったか帰る途中だったか事故を起こした車の、うん、そう、これをねただ偶然さって片付けられないのを私たちは知ってるわけよ、クリスチャンはね、はい、だからセーファー畑に行きなさんなって言いたいわけさ、うん、ね、これだけじゃないですよ、はい、もう本当にたくさんたくさん こういうことがある、はい、いいことは本当に何一つありません、はい、あなたの霊がね汚れるだけ、うん、ね、そうですね、そうして本当におかしくなりますよ、はい、頭までおかしくなる、はい、というね、はい、まあ南城市が聞いたらこの野郎というかもしらんけど、僕らのこと、私のこと、そして観光スポットになってるじゃん、ね、問題ですね、で行くな行くなと言ったらね、重い人の商売邪魔してるのかと言われるけれども、でも行ったらどうなるかというのもね分かってほしいわけよね、はいはい、本当にね、こういう霊的スポット、パワースポット、パワースポットというところはね非常に悪い霊がいるということをね、うん、知ってほしい、うん、でああいうものいらないんだよ、また人間が生きていく中でね、うん、精霊がいいよ、うん、清い霊、はい、清い霊を求めてね、ぜひ今教会に来てほしいと思うよ ね、 そうですね、はい、精霊が働くからエミちゃんだって守られてる、そうですね、うん、今頃フラーになっていたかもしれない、うん、危ないですよね、うん、だから私はね教会行ってそういうことも本当にね分かりました。はい、エミちゃんもそうでしょ。そうです、本当にそうです。教会来なければさ、悪霊というのも知らなかったし、はい、ね、聖霊も知らんし、はい、で聖書を読んだらさ、もう悪霊がたくさん出てくるいますね、あの手この手でね、うん、私たち人間を痛めてますね、うん、それでね、私もね、まあ、あの牧師になって霊的力を神様から受けて、生きてる神様よ、はい、本物の神様から受けて聖霊にいつも満たされるんだけど、あのクリスチャンになってある時悪霊と遭遇してね、はい、悪霊を追い出しというのをやって一人の女性を解放したことがあって、はい、あ、これがあのキリストの世界なんだっていうことが分かったし、はい、あ、霊的な世界がこれなんだというのも分かりましたよ、はいね、あの名前出したらね大変怒られるので名前出しませんけれども、沖縄で有名なね、あの、まあ、有名な俳優さんがいて、はい、あの言ったことをやるようになって絶頂時、絶頂の時にね、はい、そして、まあ、あの競争になっちゃって、うん、おおお、はい、わかります。その方がねあるところでこの教僧の館を建てて、うん、で建物を建てました、はいはい、ということでしたよね。我が家から近いです。そうかもしれない、はい、だからねその方も、まあ最初儲かったんだけどだん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 信者も少なくなって、はい、ここをある人たちに貸した、ね、大きい建物でした。はいはい、わかります、ね、でボクシングジムが借りたのよ。あ、そうですか。そう、あ、その後は知らないですね。ボクシングジムが借りてね、でそこもあのとにかく広いからいい、私もねあの、まあ、呼ばれて、はい、こう見たんですけれどもね、クリスチャンになってからよ、はい、その時にねジムの会長が言いましたよ、あの非常に方言でね、おかしいよって、なんでかねって、そしてちょっと話聞いたらさ、優秀な選手がね、はい、
もう将来チャンピオンになれるようなね優秀な選手がね、はい、試合前になるとね怪我するんだって。それは1回じゃないよ、1人じゃないよ、ね、多くの人がねこう怪我したり視野に出られなくなったり、結局ボクサーとしてもう、まあ、生きていけない、ボクサーとしてやっていけなくなるって、はいはい、不思議なんですよねって言うから、私は分かるわけや、はい、あここはだってこう霊的に非常に悪いところじゃない、はい、悪いものが働くからそうなるんだよね。で私にねここを買いませんか、教会にしませんかということで私呼ばれたわけですよ、ね、だから悪い霊が存在するということをね、はい、ぜひ知ってほしいわけ、うんね、そうですね、うん、だからねあのスピリチュアルなあのパワースポット、こういうところにはね皆さん行かない方がいいですよ。あなたの人生は、ね、悪いものに取りつかれていくことになりますから。以前私お話ししたと思うんですけど、うん、私の友達がね新築するっていうことで、うん、教会の方をね、うん、あのお招きしまして、うん、この屋敷をね7回回ってもらって、うんうんうん、で隣の方はまたユタを呼んで、うん、うがんしたと、うん、たらヌガアマヌヤヤアンシピカピカソウルっていうことで、あのクリスチャンが回ったところの家も、この屋敷が、屋敷はね、ものすごく光ってるということをユタが言ったんです、うん、だからそういうふうにねやっぱり清めとても大切だなと大切思いました、うん、聖書ではこう7回回るね、はい、この場所を回ると、はい、というところがねやっぱり書かれているけれども、そして彼女のご主人が、うん、彼女がいて、うん、出ていたのが帰ってきました、ね、えちょっと待って、あまり分からんけどもう一回詳しく言って、詳しく言って、はい、彼女がいやどこのご主人要するにこの例のこの清められたお家ところのそこにはご主人愛人がいて、愛人がいて清められてお家ができた後にはお帰りになりました愛人を捨てて、はい、あら奥様のところに戻ってきました。いいね、そうですね、やっぱ帰るところにちゃんと帰ってきたんだ、うう見ました、うん、まあそういうことでね、はい、皆さんの精霊と悪霊がいる、うん、これはね、しっかり分かってほしいですね。だよね、はい、でもそういうクリスチャンはやっぱり家建てるときさ、はい、の聖書を埋めたりね、はい、そうですね、まあ、ありますね、礎としたりするし、はい、必ずクリスチャンたちが行って祈る、はい、まあ、私もよく招かれるんだけどね、はい、その共鳴を、はい、共鳴の祈りをするわけですよね、はい、そうするとそこの家は本当に不思議とね、はい、そうですね、いい家になるし、はい、繁盛するし、はい、ということになるわけです、ね、はい、ユタはあなたを幸せにしますか、しません、はい、ありえません、あり本当お金を、ね、ただ捨てるだけですよ。 はい、それだけじゃありません。ユタを買うたびにねこの霊が汚れていきますよ。そうですね、皆さんね、うん、はい、そろそろお別れの時間かな、あとまだ少しありそうだけど、ね、はい、私たちはクリスチャンです。クリスチャンになりますとね本当に今まで知らなかったことがよくわかるようになる、はい、でね、私は40歳で、ね、クリスチャンになりましたけれども、はい、ね、キリストの世界に入った時にね、なんでこんなに素晴らしい世界なのということをね、分かりました、はい、特に聖書からね、教えられて、人生を教えられて、この言葉が大好きですよ。聖書でねエペソ書というのがあって4章32節お互いに親切にし心の優しい人となり、神がキリストにおいてあなた方を許してくださったように互いに許し合いなさい。アーメン。ハキサビよ、心の優しい人になれってよ。そうですね、なかなか自分は優しいと思ってたけど、いや家族から見ると怖いお父さんと言われる、角がポコッと出てきたりするで、 でしょう、はい、だからね本当に戒められるよ、またあの許し合いなさいと言うでしょう、はい、
まあ失敗した人、あの石を投げた人を許さんといかんさね。そうですね。神様が許せという意味で、はい、そういうことをね、クリスチャンになって教えられました。はい、これでお別れです。ラジオを聞いた皆さんの上に神様の祝福がありますように。生きてる神様が皆さんを祝福しますように。健康の祝福、経済の祝福、平安の祝福、何よりも霊的な祝福で満たしてください。今日一日素晴らしい一日になりますように。イエス・キリストの御名によってお祈りいたします。アーメン。はい、さようならです。ありがとうございました。